久保建英と浅野拓磨、日本人対決の結果。ラリーガハ17日、第7節の前倒し分1試合を行い、浅野拓磨所属のマジョルカと久保建英所属のソシエダが対戦した。久保と浅野はいずれもベンチスタートだったが、久保が後半開始、浅野が同18分から途中出場し、日本人対決が実現。前半に PK で先制したマジョルカが1対0で勝利した。久保と浅野ともにベンチとか、わらわら。マジョルカに負けててくさ、リーガ6シーズン目で最もやる意味ねえシーズン確定しててほんと辛い。6試合3得点7失点勝ち点4本当に降格するかもしれない。忘れてたけどソシエダってヨーロッパリーグあるんよな。今のままだと出ていいレベルじゃない気がする。マジョルカさん6位だから、上位相手に降格圏ごときが勝てるわけなかったんだよね。全盛期の貴重な一年をこのクラブに使うのもったいない。マジで寝とけばよかった。しばらくソシエダの試合派ダイジェストでいやー。